旧制第七高等学校増士館は、鹿児島県鹿児島市山下町にあった、管理旧制高等学校。1901年4月に設立された。略称は、七校。七校増士館設立前に存在した、鹿児島高等中学増士館は、1886年から1887年に、全国で設立された七校の高等中学校の、 うちの最後の学校で山口と同じくナンバーのつかない例外的存在であった。この学校の設立の背景には、旧藩主家である島津家や同郷出身の人材を優先的に育成したいという薩摩閥政治家の意向があったと言われ、初代校長には旧藩主の弟、島津渦彦が就任した。七校設立においては、新潟と長野との間の新設高校争奪戦も、 あった中で、鹿児島での設置が実現しており、設立時には、島付当主の正しげから、多額の寄付がなされた。7校は、九州最南端に位置し、かつ、近隣の熊本に5校が所在しているということから、入学希望者を集めるのに苦労した時期があった。これを解消するため、1908年から3年間の、入試は、東京においても実施し、かつ試験日を、 他の高校より1ヶ月半早くするという措置が認められ、競争率が急上昇した。一高受験に失敗していた石黒忠厚はこの時に入学した。鹿は、前身の鹿児島高等中学増資官、本科卒業生歴代校長と出身者は各説を、前身の鹿児島高等中学増資館教員は、中学増資官のページを参照。ありがとうございます。